そうなんだよ。だからさ、ロフトがあってもちょっとサンドウェッジだけはさ、ちょっと難しいんだわ。ロフトがあってこうは、まあセミグースだから長いからタイミングも取りやすいしね、サンドよりも。本当だよな、サンドバラバラだ。話にならないな、これな。サンドバラですね。これは話になりません、本当。もうちょっとあれか、ここら辺に言ってフラットにしてもらったから逆にやっぱいいのかもしれないね、サンドはね。ワンピン、ツーピン右っちゃう。これはダメなんだよ。左からフェードぐらい。これはといったとオーバー。スジちゃんのオーバー。あるあるだね。これがね、やっぱ難しいよね。エッジの難しいところだね。ロフトの。このくらいだ。あ、でも飛び出しちゃってるな。はい、飛んでますね。あ、すじってましたよ。こんな感じでフォロー。このくらいだ。あら、ちょっと飛び出してるな。110ぐらいいっちゃうね、これ。100いってるね。行ってますね。ただ同じところに行ってますね。同じところ行ってんだね。一回打って同じとこダメなんで、勝ちやろ。これ短いか。惜しい。一番高い距離出なきゃ話になんねえやな、そこは。このくらいだ。この今ぐらいだって。これくらい右手の柔らかく使う距離感。これだ。気づいちゃった。気づいた。ちょっとさ、ピッチングだとこうしっかりこう入れてから来れるからタイミングがあるんだよね。それピッチングですか。これピッチング。一回俺のピッチングってもらえないですかね。あんの。うん。はい、あ、新しくしたってやつ。いやいや、まだです。あ、まだ。はい。前のやつ。ピッチングうるさいよ。僕が諦めたピッチ。諦めたね。諦めました。MP5。はい。MP5。はい、ほら、顔ちっちゃいじゃん。ほら。ね。本当だ。これのあれに比べて。まあ、これはちょっと大きいって言われてるやつだもんね。はい、920。はい。まあ、ちょっと ちっちゃいですね。うん、どんな球が楽しみですか。いや、ショートはあんま変わんないと思うよ。そうですか。あの、うん、単独、一番上まで行って、うん、その後の動きをちょっと、あ、これのおさんいいよ。やっぱし、うん、これは
マッスルバックでしょ。そうですね。マッスルバック。多分ショートアイアンまでは多分マッスルバック大丈夫ですね。ただやっぱ5番とか6番になるとやっぱそこまでヘッドスピードが振れないから、ピッチングとかショートアイアンだったらズンってやるだけで柔らかいとあかんで、ね、ブンって上がっていくじゃん。そんなに違和感ないですか？全然ない。あの、要はちっちゃいっていうだけ。だけですか？で、ちっちゃくて俺より短いっていう。ちょっとフラット目でいいじゃん。はい。うまくいきますね。ピッチングだから。これノブちゃんいいよ。いいですか？うん。なんでちょっと捕まんない。上がりすぎちゃう。のと、いい感じいったやつが必ずどっちかに回転かかっちゃうんですね。だインパクトが悪いのは分かってるんですけど、それにしてもちょっと繊細すぎるなと思って。ちょっとあのかけてもらっていいですか？どっちでもいいんで回転。得意なスロー。はい。いいですね。大したことないですね。結構綺麗なボールですね。なんかつまんなかった。ちょっとドローがかかりづらいな。左からか。はい、どう。自分のと比べて、いや、やっぱこっち俺の方が優しい。優しい、ね、優しい。あのヘッドもこれに比べたら大きく見えるし、こっちの方がやっぱもうちょっとねじれるかな、やろうと思えば。はい。あ、ほらってあって言ってもですよね、うん、今のがこうあそこに留まっててくれないんですよ。あ、今のミスするとね、はい、それはあるかもね、はい、大ショートとか、うん、行き過ぎはないんですけど、さすがに意外とまあ距離的にはこっちの方がやっぱちょっと飛ぶですよね、うん、まあ、距離は別に、まあ、はい、これだったら100ちょっと上げ止めでも130まで行ってくれるから。まあ、でも打感はね、やっぱ独特の MP の独特のやっぱりあるよ、いいよ、うん、泣いていたもいっちゃったからな。アイアンで低い球なんつのはいけたりしますか？打つよ。いけますか？うん。今のもどっちかって言ったら低い方よ、これ。あの、あんまりバカーンっていっちゃわないやつね。はいはい、ライン出すだけ。はい、おお。アゲンストの125ヤードを、あの番手上げないで、あのピッチングで抑えてっていうか、逆に素晴らしい、逆にちょっと長いクラブ9番ぐらいで抑えて今ぐらいの高さで、あ、こういう球打ってダメ。こういう球ダメ。全然飛ばなくなっちゃう。いや、一発ぐらいいいじゃないですか。こんな球絶対ダメ、もう許されない。もうやった瞬間ガー
然いいよ MP。 ライカクも、うん、多分似てると思う、ね、俺もどっちかって言ったらジャンボさんと同じようなフラットだから、2度フラットぐらいかな。そうですね、2度フラットですね、うん、2度フラットなんで。え？取りすぎじゃないですか、こっちの方がいいんじゃないですか。あんなに顔の大きさが違ったとは思わなかったですね、うん、やっぱり。いや、ピッチングでだってコントロールできるもん。ちょっと短く持って手前の110だったらさ、はい、左の短く持っといて、はい、手前110ぐらい、ほっ、ピッチャー、ピッチャーとか、うん、でもぴったりですよ。あんないい球打てる、これで低い球の一発ですか。いや、多分こっちのマッスルの方がやりやすいやつだよ。やりやすいですよ、はい、やりやすいですよ。110ヤード結構低くなるんですよ、多分。全然低く出るわ、はい、そういうクラブなんですよね。あー、こういうのやりやすいね、はい。これはちょっと限界ありますもんね、やっぱり。思ったよりも低く出た。ですよね。同じ打ち方してるのに、はい、それがやめられなくなっちゃう理由なんですよね。あっちを取るとこっちがなっていた。ドローボールで128万でかしてやるな。飛びすぎってことはもう、うん、ないね、ないです。だから安心してやれるんですけど、うん、ピッチングぐらいまでだったらまっすぐ使えると思うけど、やっぱ6番とか7番になる、7番になるとちょっとグンってこういう球で打てないからね。あれはなんかドンってやっただけで、ズンって押しといただけで距離がいってくれないと。30ぐらいと、あ、ちょっと手前だ。こなしますね、どのクラブも、ね、こなしますね。こなすもんでしょ、アイアンは。みたいなフックが出なくなってきた。いいことじゃないですか。ピッチングで150とかさ、やってたもん。無駄ですからね。フックしなくなってきたもん。いいことなのか悪いことなのかわかんないけど、捕まえられなくなってるかもしれないし、うん、テンションがある、テンションがある。やる気になるよ。やる気になるよ。問題はね、ウェッジなんだ。ウェッジなんかありますね。いや、多分あの内角だと思うけど、もうちょっとフラットにすれば。でもこれ一発目で、あの右手のこの切り返しの柔らかさで80ヤード。大丈夫、分かった、大丈夫。あまりフラットにするとつけるもんですよね、はい、まあね、でもアップライトは弊害多いけど、フラットは弊害ないよ、基本ないですかね、うん。ウィッチになるとちょっとあれかなーなんて。ウィッチはだって誰でも捕まんな
いいですね。今のは左だ。やっぱりウェッジを反省するべきだろうな。あれじゃない。あれはね。あれはないよ。あれじゃバーディー来ねえわ。結構セカンド飛んでない方がうまくいきますね。あれね。150ぐらい残してたもんね。はい、それがダメなの。ちょっと擦り気味が入ってきちゃった。